アチェルビス の, このライナーっていうテストプレートを購入したので、まあ、このフォックスのレースフレームと比較しながら細部を見ていきたいと思います。で最後にですね、このコミネのテストプレートも紹介をしていきたいと思います。まあ、僕もそのツーリングの際であるとか、あと林道ツーリングの時は、まあ、着用するようにしています。まあ、つけてなくて大怪我したらね、ちょっと後悔しそうなので、まあ、装着するようにはしています。まあ、非常にこのレースフレーム気に入ってるんですけど、まあ、普通のツーリングの際に使うにはちょっと防御力が弱そうなんで、もう少し防御力が高いのが欲しいなと思って、まあ、ちょうどその時に新製品で発売されてたので、まあ、ポチってしまったって感じですね。まず重量なんですけど、まあそんなに変わらないかなって感じですね。レースフレームの方が若干軽いかなって感じですけど、まあ、装着したら、まあ、わからないぐらいの差ですかね。次、防御力なんですけど、若干、こっちのアチェルビスの方が高いかなっていう感じですね。こっちはいっぱい穴開いてるんで。ただ結構ね、ペラペラなんですよね。内側にクッションとかも入ってなくて、まあ、そこまで防御力変わらないかなっていう感じかな。で、こっちはですね、やっぱりいっぱい穴開いてて、風の通りもいいんで、売れにくいかなっていった感じはありますね。で、まあ、一番大事なその、付け心地なんですけど、どっちもめっちゃ薄いんで、服の下に着てもあまり目立たないですね。で、このレースフレームの方は、この、なんて言いますかね、プロテクターの部分が全部分割されてるんですよね。だからすごくフレキシブルで、装着した時に体にね、ピタッと吸い付くように、もう服を着るような感じで着れます。アチェルビスのこっちのリニアの方は、なんと言いますかね、もう一枚もののプレートみたいな感じで、まあ、ほとんど曲がらないですね。なんか板に挟まれてるような、そんな着心地です。まあ軽いんですけどね。あとこの肩の部分が、なんかゴムみたいな素材で、なんか独特な感じがありますね。こっちの方が、こっちのね、布の方がやっぱり、フィッティングが良かったですね。まあまとめるとですね、まあレースフレームの方が圧倒的にいいかなっていった感じです。まあ値段がね、こっちが1万8000円ぐらいして、まあ、こっちが8000円ぐらいなんでアチェルビスが、まあ値段差を考えるとね、安いのが欲しいっていう人は、安くて薄いのが欲しいっていう人は、このアチェルビスのリニアもいいと思うんですけど、まあ僕はレースフレームを継続して使いたいなって思います。まあ、確かにこのリニアは安いんですけど、まあ、リニアに8000円出すんだったら、こっちのコミネの、なんてモデルだったかな。SK66688 か。これが非常におすすめですね。価格がですね、5000円ぐらいで、Amazon で買えるんですかね。まあ一応リンク貼っときますけど。でね、結構ね、しっかりしてて防御力も高いですし、横まで回り込んでるんで、結構体に張り付くように装着できるんで、違和感も少ないですよね。まあ、風通しはあんまり良くないですかね。あと若干重いっていうのもありますけど、これ非常におすすめのチェストプレートですね。裏がね、オフロードで使うにはちょっとね、脊髄パッドが多すぎるんで、僕は2つぐらいこの辺でもカットして使っていました。これはなんか実家にあったやつなんですけど、一応持って帰ってきたんですけど、レースフレームがダメになったのね、またこのコミネのやつ買ってコミネマンになるのもいいかなっていうふうに思います。
それではですね、このアチェルビスの新製品のリニアの、紹介の方を終わりたいと思います。